海外市場ですが、ドルが売られましたね。はい、FOMC 以降のドル安の流れが続き、一方でポルトガルの長期金利が上昇するなどし、円が全面高となりました。はい、野田さんの今日の予想レンジを出していただきましたが、75円の80銭から77円ちょうどということです。プロ市場どうでしょうか。はい、1ドル76円割れが迫っており、投機的な動きなどへの警戒感が高まる一方、週末にアメリカの雇用統計を控えていることで、一方向への動きは抑制されるでしょう。はい、そしてポイントにですね、時間軸交換の浸透を挙げていただきました。はい、先週行われた FOMC では、声明文に2014年遅くまで低金利政策を続けるとの文言が織り込まれました。予想通りとする市場参加者も多くいたようですが、相応のサプライズであったと考えています。はい、事実、債券市場では3年債利回りや5年債利回りが、過去最低水準まで低下しており、徐々に時間軸効果、つまり低金利が長期間続くという安心感が浸透している格好です。となると、為替にはどんな影響が出そうですか。はい、為替市場では、先々の金融政策への不透明感が取り除かれることによって、ボラティリティが低下することが期待されます。ボラティリティの低下によってドルが売りやすくなると考えられますが、そのような中、今後ドルがキャリートレードの調達通貨として再度見直されると予想されます。シカゴ先物の投機筋のポジションに注目すれば、ドル以外の6通貨の売りポジション、すなわちドルの買いポジションが大規模に積み上がっていますので、これらのポジションを解消するようなドル売りも進む可能性があります。以上から当面、市場ではドルが軟調に推移するものと予想されます。はい、わかりました。野田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。アメリカタイムズ終了しました。まず、株の方から見ていきたいと思いますが、ユーロですね。ユーロじゃない、ごめんなさい。イーミニフューチャーですね。15分足が 15.6 ポイントですね。こちら、寄り付きですね。ギャップダウンで始まりまして、ギャップダウンで始まりましてですね、ずっと行きまして、これは欧州の寄り付きですね。欧州の寄り付きも、しばらく読み合ってましたが、あれですね、ユーロが軟調でしたので、どんどん売られていきまして、それでも1300ポイントですね。1300ポイント、アメリカの寄り付きから30分ぐらいですかね、7時ぐらいから、上昇に転じまして、ギャップで、あれですね、このギャップをですね、埋めたところがちょうど1314、そして200円目でしたので、その頭を下げながら終了ですね。これは15分足、そして1時間足はこんな感じになっておりまして、ちょっとあれですね、売られていきまして、1300で切り返して、この2点を結んだ 38.2%、50円目、200円目、トリプルレジスタンスですね、この辺まで行って終了ですね。これは1時間足、そして日足が、こんな感じになっておりまして、先週、やはりこの1330ぐらいで、天井感あったんですが、そこから陰線が4本ついていると。そしてこの今あれですね、ボリンジャーのミドルバンドで、サポートされている状況ですね。これが S&P でして、次にですね、ゴールドを見ると、ゴールドがですね、まず15分足、こんな感じになっておりまして、値幅的には21ドル81セントですかね。15分足ですね。ゴールドもずっと売られてきまして、ユーロ、S&P 株も軟調でしたので売られていきまして、ずっと1716ぐらいまで行きまして、そこから切り返してピボット付近で終了ですね。1730、これ15分足ですね。そして1時間足で見るとこんな感じで、1時間足は1738、金曜日の引けの値が高値になりまして、月曜日は一服して売られているという感じですね。ピボット付近ボリンジャーミドル、ブルーの50円7で支えられながらそのまま終了、1時間足ですね。そして日足的には、やはりこの 1757g までいくと思ったんですが、まあ今日は一服ですね。もうユーロもそうですが、一旦こう押し目をつけてもう一回上昇していくような形になるんじゃないかなというのがゴールド商品市況でして、最後にユーロを見るとですね、ユーロも今日は難聴ですね。15分足を見るとこんな感じになっておりまして、値幅的には 126.4 ピップスですかね、寄り付きですね。ずっともう寄り付きからですね、アジアの寄り付きから売られていきまして、若干ここに窓あるんですが、窓を埋めることなくですね、ずっとボリンジャー緑ブルーの50円などを規定に戻りが入って、欧州の寄り付き200円目、欧州前の寄り付きで200円目でサポートしたんですが、欧州の寄り付きでボリンジャーミドルを起点にまた戻りが入っていって、あとずる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 いきまして、今日は 1.308 ですね。 1.308 で切り返すと、200円目などで頭を押さえられながらS1 付近で終了ですね。 1.31 台を空じてキープしているような形ですね。これが15分足でして、そして1時間足で見るとこんな感じになって、1時間足はこの 2.4 を起点にした半値戻しで反発、半値戻しは 1.31 というかそのぐらいですね。 1.31 の節目あたりなんですが、それで切り返しているという形で、していると。そして4時間足はこんな感じで、4時間足は200円、このボリンジャーミドルですね、ミドルも1回抜けたんですが、1.307、1.3078 で、もう一回切り返して 1.31 台に乗せているというような形で、ただこのトレンドライン下限までは来てないのでね、多分今日明日あたりでトレンドライン下限タッチとかですね、そういう展開も考えられないでもないですね。これが4時間足でして、日足的には見事に 38.2% ですね。で、一服しているという形で、この V の50円目ぐらいまで来るかもしれないですね。これが日足、そして週足は、マンスリーピボット、ウィークリーピボットですね。2週地帯に今サポートされている感じですね。マンスリーウィークリー、ここから上はボリンジャーミドル 1.334 とかですね。下は下でまたこの辺を 1.28 とかこの辺を試す、今ピボット付近にいますので、どっちに行くかという感じですね。以上がテクニカルでして、またこちらね、ブログ左の上から見るとオキパイドウォールストリートね、もう昨日かなんかもオークランドでまた大規模な学生運動があったみたいですが、400人ぐらい逮捕されてですね、本当にアメリカの若い人たちがですね、もうスタンフォードとかバークレーとか UC デイビスとかですね、もう世界を代表するですね、一流大学の学生たちがですね、もう自分たちの人生を棒に振ってまではもうですね、もうその脱大企業主義、そしてですね、民主主義の回復のためにですね、もう革命運動を起こす勢いで頑張ってますのでね、もうその JP モルガンとかですね、バークレーズとか BSP パリバとかですね、インチキ投資会社とかね、世界恐慌ね、世界の資本主義崩壊してる投資銀行連中からですね、金を相場で踏んだくった時はですね、ぜひね、寄付してあげるといいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらが、ニューヨークからね、デイトレーダーロックスターさんのライブショー、アメリカタイム、アメリカ株についてですが、テクニカル解説してますのでね、ザラバ中はニュースは音声でライブで配信してますしね、シカゴのフロアトレーダーのね、背びりの模様もね、実況中継してますのでね、すごく臨場感があるんじゃないかなと思います。そして水曜日、金曜日はトレーダーさんを迎えてインタビューションもやってるしね、ウィーケンドのほぼ24時間テクニカル解説ビデオ流してますんでね、じっくりね、相場感をね、交えてですね、解説してくれますのでね、聞くとね、トレードのやり方が勉強になるんじゃないかなと思いますね。そしてまあそんなこと言ってもね、裁量はなかなか難しいんでね、今アメリカのディーリングの7割以上はね、プログラム売買だって言われてるぐらいね、あれなんで、こういうテクニカルな自動売買のね、ソフトとかね、そういうのをね、研究するブログも作りましたんでね、よかったら見れるといいんじゃないかなと思いますね。そしてあとは、まあ、こういうね、海外の話題、例えばこれなんかアメリカの議会証言ですが、モルガン・スタンレーなんかのもね、日本のモルガン・スタンレーじゃなくてアメリカのモルガン・スタンレーですが、まあ、日本のモルガン・スタンレーも全く当てになりませんが、ね、メガバンクに買われてるんで、でこのアメリカのモルガン・スタンレーの調査でも、もう日本のね、借金はGDP の 600% ですかね、200% じゃないですかね。GDP 比で 600% ってことは3000兆円以上のね、借金があるわけでね、日本のマスコミがね、個人の金融資産が1400兆円よりか大丈夫なんですけど、もう3000兆円のね、借金はあるので、もうすでに日本の個人の金融資産の倍以上もね、借金があるのに、ね、日本のマスコミは触れようともしないというね、もうこういうね、もう本当にね、日本はいかさま国家だと思うんですが、まあ、こういう海外の話題もですね、どんどんですね、紹介してね、いかに日本のマスコミが腐ってるか、日本のね、官僚エリートが腐ってるか、ね、もう一発でわかりますからね、アメリカのメディア見てるとね、そういうのもどんどん紹介していけるといけないんじゃないかなと思いますね。まあ、そんな感じでですね、もうこれから月末、そして、雇用統計も控えてますが、今週も荒れると思うんでね、ヨーロッパの欧州の問題もね、またぶり返されると思うんで、もう慎重にですね、負けないようにチャンスのある時だけ、損傷利大でですね、頑張っていただきたいなと思います。それでは失礼します。